全日本ロードレース選手権 ST1000 モトバム本田から参戦しているゼッケン2番荒川幸太です。最初の、序盤の前半戦の方は乗り換えに少し苦労して、2&4 のアジア選手権を出させてもらって、でそこから8体も桜井さんで出させてもらってから徐々にこう選手心になれたっていう部分が大きくて、そこから後半戦ちょっとずつ結果が残せるようになって、結果的には2位ランキング2位になるまでことができたので、ひとまずはこう成長できた年だったのかなと思います。結構ブレーキ、ストップアンドゴーのコースなので、あまりストップアンドゴーよりかはスピード乗っけていく、鈴鹿サーキットとかの方が僕は得意というか、好きな感覚があるので、それとはちょっと真逆なのかなというふうに思うんですけど、そこまで苦手かって言われると、苦手でもないんで、とにかく楽しめるように、モテギ、好きなので、全部のサーキット好きなんですけど、目的も楽しめるようにいけたらなと思っています。今シーズンの目標はですね、ズバリチャンピオンになるんですけど、昨年後半戦なんてすごく前線荒れてたので、自分の力じゃないこう、トップの選手が転んで優勝したレースばかりなので、そこはしっかり自分で後ろを引き離す勢いで優勝できるようにならないとダメだなっていうふうには思っているので、まだまだそこは弱い部分というか、しっかり自分の展開を作れていないレースばかりなので、その部分でいうと、もうちょっと逃げ切りのレースをどこかで見せられたらなというふうに思っています。今年はもう目指すところは1番しかないので、しっかり優勝を目指して毎戦毎戦楽しめられるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。